シャビこと、シャビエル、エルナンデス・クレウス、1980年1月25日隊は、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県、タラサ出身の元サッカー選手、サッカー指導者、元スペイン代表、現役時代のポジションはミッドフィールダー、父親は、セミプロの元サッカー選手、ホアキン・エルナンデス。FC バルセロナの伝統的なプレースタイルであるティキ。 高野具現化であるとみなされており、史上最高のセントラルミッドフィールダーの一人、史上最高のスペイン人選手と広く考えられている。バルセロナとスペイン代表で獲得したタイトル数31は、アンドレス・イニエスタに抜かれるまでは、スペイン人選手の最多記録であった。シャビは1991年に、バルセロナの育成機関であるラマシアに11歳で、入り、 1998年8月にマヨルカ戦で18歳でトップチームデビューを果たした。バルセロナではチームの中心として8度のリーガエスパニョーラ優勝と4度の UEFA チャンピオンズリーグ優勝を経験。クラブ史上初めて国際試合150試合に出場した選手にもなった。2009年の FIFA 最優秀選手賞で3位になり、 その後継賞であるフィファバロンドールでは2010年と2011年に3位に、2011年には UEFA 欧州最優秀選手賞で2位となった。f i f プロベストイレブンを2回、UEFA チームオブザイヤーを2回受賞。ラリーガでは2001年以降で全体2位となる通算130アシストを記録した。2000年にスペイン A 代表デビューを果たした後、 スペインの中心選手として通算133試合に出場した。2010FIFA フフワールドカップでのスペインの初優勝および UEFA ユーロ2008と UEFA ユーロ2012の連覇に不可欠な役割を果たした。ユーロ2008では大会 MVP に選出され、2010FIFA フフワールドカップで91%のパス成功率を達成し、 ワールドカップオールスターチームに選出された。2020年には史上最高の守備的ミッドフィールダーとして歴代ベストイレブンであるバロンドールドリームチームに選出された。表記においてシドニーオリンピックのあたりまでチャビと表記するメディアもあったが2002フィーファワールドカップからはほぼシャビで統一されている。なお、スペインにおいてシャビエルはカタルーニャ語でシャビエル、カスティーリャ語で ハビエルと一般に発音されるが、個別にどう発音されるかは、本人の意向が尊重される。意向が不明な場合は、年齢やカタルーニャに対する政治的シンパシーによって差があるようである。ジョアン・ガンペールハイでのシャビカンテラ時代1991年、11歳の時に FC バルセロナの株組織に加入し、ラマシアに入寮した。初めてもらった24ユーロの給料は、 故郷の母へトースターをプレゼントするのに使ったという。順調に、下部組織のカテゴリーを昇格していき、1997年には、ジョルディ・ゴンサルボが率いる FC、バルセロナ B に昇格し、セグンダ・ディビシオン昇格を果たしたチームのキープレイヤーであった。この頃、AC ミランから4年契約で遺跡オファーがあったが、家族から離れることを嫌い受けなかったと、後に、 母親が、スペインメディア、TV クアトロのインタビューに答えて明かしている。デビューキャリア初期1998年8月18日、スーペルコパでエスパーニャのマジョルカ戦で、トップチームデビューし、その試合でプロイリアと初得点して、タイトル獲得に貢献した。10月3日のビジャレアル戦で、リーガエスパニョーラデビューし、3から1で勝利を飾った。デビューしてからしばらくは、 FC、バルセラナビートトップチームを往復する日々が続いたが、バリアドリード戦でリーガ初ゴールとなる決勝点を決めて、以降は低迷していたチームの巻き返しに一役買い、ルイハンハール監督率いるチームで鍵となる選手に成長していった。1999から2000シーズンは、レギュラーの MF ジョゼップグアルデオラが負傷で試合を欠場することが多く、シャビが プレーメーカーの一番手で起用されるようになった。2000から01シーズンまでは、グアルディオラとコンビを組むことが多く、グアルディオラが対談した2001から02シーズンは、MF フィリップ国とコンビを組むことが多かった。2001から02シーズン、3月16日の、レアル・マドリードとのエル・クラシコでクラシコ初ゴールを決めた。フランク・ライ・カールト監督時代2003から04シーズンには、 株組織から MF、アンドレス・イニエスタが昇格し、対談した国に代わって、コンビを組むことが多くなった。2004年夏には、チームの第二キャプテンに就任した。同年夏には、MF デコが加入し、イニエスタを含めた、中盤の3人は抜群のコンビネーションを発揮し、2004から05シーズンのリーグ優勝に貢献した。2005年12月2日、練習中に、 グラウンドのぬかるみに足を取られて転倒し、左膝前十字靭帯を断裂する重傷を負った。手術では、室外圏形成による靭帯の再生処置が施され、5ヶ月間のリハビリに取り組んだ。2006年4月のカディス CF 戦で、デコに代わって途中出場し、10分間プレーした。UEFA チャンピオンズリーグ決勝にも出場し、チームはリーグ戦と、 UEFA チャンピオンズリーグの2冠を達成したが、シャビ自身にとっては、不完全燃焼のシーズンであった。ジョセップ・グワルディオラ監督時代に2006から07、2007から08シーズンと連続してリーグ優勝を逃したために、フランク・ライカールト監督が辞任し、かつてのチームメイトであるジョセップ・グワルディオラが監督に就任した。2008から09シーズンは、リーガ・エスパニョーラ、 コパデルレイ UEFA チャンピオンズリーグの三冠を達成した、チームの中で重要な役割を担った。2008年12月20日、クラブとの契約を2014年まで延長し、クラブで最も高額な部類となる年俸750万ユーロに昇級した。2009年2月14日のベティス戦の、フル出場で公式戦、通算452試合フル出場を達成し、 クラブ歴代2位の FW、カルロス・レシャックのフル出場記録に並び、ランクの上には DF ・ミゲリしかいない。5月2日に行われたレアル・マドリードとの、エル・クラシコでは4アシストを決め、6から2と対勝して、リーグタイトル獲得を決定づけた。ビルバオとのコパデル・レイ決勝では、ダメ押しとなる直接フリーキックを決めた。マンチェスター・ユナイテッドとの UEFA。 チャンピオンズリーグ決勝では69分にリオネル・メッシュの得点をアシストし、ペナルティエリアの外からゴールポストを叩くシュートを放った。最終的に2から0で勝利して、自身2度目の優勝を果たし、同大会の最優秀 MF に選出された。UEFA チャンピオンズリーグでは最多の7アシストを記録。リーグ戦ではシーズン中、キャリアで最高の20アシストを記録した。 2009から10シーズンも好調を維持した。1998から99シーズンから11シーズン連続で欧州カップ戦に出場しているが、2009年12月9日の UEFA チャンピオンズリーグディナムキエフ戦に出場して、クラブ初の欧州カップ戦、通算100試合出場を果たした。同月にはアラブ首長国連邦で行われた。 フィファクラブワールドカップに出場し、アトランテ CF とエストディアンテスに勝利して優勝した。2010年4月10日には、エスタディオサンティアゴベルナベーゼのエルクラシコデにアシストを記録した。リーグ戦34試合に出場して3得点9、アシストを決め、勝ち点99を獲得して、リーグに連覇を果たした。UEFA チャンピオンズリーグでは準決勝で、 インテルに敗れたもののベスト4に残った。2010年6月3日、リーグ最優秀選手賞であるトロフェオ、アルフレッド・ディ・ステファノで、メッシと FW ・クリスティアーノ・ロナウドに次ぐ3位に選ばれた。6月9日、2016年6月末までの4年間の契約延長に合意した。2010から11シーズン、11月29日、5から0で完勝した、エル・クラシコでは、 先制点をマーク。12月には、FIFA バロンドールの最終候補3名が発表され、FC バルセロナのシャビ、イニエスタ、メッシの3人が候補を独占した。あと一歩及ばず、メッシに敗れてしまったが、シャビは、これはカンテラへの賞だとメッシの受賞を称えた。2011から12シーズン、FIFA クラブワールドカップ決勝のサントス戦では1ゴールを決めて、優勝に貢献した。 またリーガでは12月10日のレアルマドリード戦でゴールを決めて勝利に貢献するなどキャリアで最高のシーズン10ゴールを決めた。2012年から2015年対談カタールのアルサットへの移籍2014から15シーズン4月28日のヘタフェ戦でゴールを決めたが、これが結果的にバルサでの最後のゴールとなった。2015年5月21日、 記者会見を開いて17年間過ごした FC、バルセロナの対談を発表、同時に2014から15シーズン終了後にカタールのアルサッドへの移籍を発表。なお、背番号はバルセロナ時代と同じ6に決定。最終シーズンでは控えに回るものの、チームはリーガエスパニョーラ、コパデルレー、チャンピオンズリーグでの2度目の参冠を達成して、 タイトル獲得数を25に伸ばし、最高の成績でラストシーズンを飾った。2015年6月11日、カタール到着後に入団会見を開いた。カタールで多くの選手がプレーしたことは分かっている。僕の友達でもあるラウールもその一人だね。僕はアラブの文化について学びたいと思っていると、新天地での抱負を語った。 UEFA ユーロ2008でのシャビ2000年には、シドニーオリンピックに出場し、銀メダルを獲得した。決勝では、FW、サミュエルへとを擁するカメルーン代表と対戦し、シャビがフリーキックで先制点を決め、DF ガブリが追加点を挙げたが、最終的に PK 戦で敗れた。2000年11月15日、オランダとの親善試合で、 スペイン代表デビューを飾った。ホセアントニオカマーチョ監督が、スペイン代表を率いた2002フィーファワールドカップには、控え選手の立場で参加したが、準々決勝の韓国戦では、試合の流れを変える切り札として延長戦。前半途中から投入され、PK 戦では3番手キッカーとして出場したが、PK 戦に敗れて敗退した。 イ木キサエス監督が率いた UEFA ユーロ2004では、出場機会を全く与えられず、1勝1敗1分で、グループリーグ敗退に終わった。UEFA 欧州選手権後には MF ルーベン、バラハ、MF フアンカルロスバレロン、MF イバンデラペニャ、MF グティ、MF シャビアロンソなどとポジションを争い、ルイス・ワラゴネス監督の信頼を得て、レギュラーに定着した。 2006FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選では10試合中8試合に出場し、スロバキアとのプレーオフを勝ち抜いて、本大会出場を決めた。プレーオフのファーストレグでは初めて背番号4をつけ、2アシストの活躍で5から1位の対象に貢献した。UEFA ユーロ2008チームの主軸の一人で、あった UEFA ユーロ2008では、イニエスタ、MF ダビドシルバ、 MF セス,スクファブレガスと共にクアトロフューゴンズと呼ばれる中盤を形成し、ショートパスの連続でボール支配率を高めて44年ぶり2度目の優勝に導いた。準決勝のロシア戦では先制点を挙げ、決勝のドイツ戦では FW フェルナンド・トーレスの決勝点をアシストした。UEFA によって大会最優秀選手に選出された。 準決勝で、シャビが決めた得点は、大会通算500得点目のメモリアルゴールであった。2010FIFA ワールドカップ 2010FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選でも、中心選手として、チームを引っ張り、10戦10勝で、本大会出場を決めた。本大会、グループリーグのスイスとの初戦は0-1で敗れたが、ホンジュラスとチリに勝利して、グループリーグ突破を決め、 決勝トーナメントでは、ポルトガル、パラグアイ、ドイツ、オランダを倒して初優勝を飾った。決勝トーナメント1回戦では、ヒールパスで FW、ダビド・ビジャの決勝点をアシストし、準決勝では、コーナーキックで DF ・カルレスプジョルの得点をアシストした。決勝までの7試合で669本のパスを試みて544本を成功させ、 そのパス成功率は81%にも達した。パス本数は、バスティアン・シュバインシュタイガーに104本差をつけて、参加選手中最多を誇り、パス成功本数が500本を超えたのは彼だけであった。また、43本のコーナーキックを蹴って26本を、味方に合わせたが、キック数、成功本数ともに2位を大きく引き離して、トップだった。7試合で、 全選手中トップの 80.2km の走行距離を記録し、1試合平均走行距離は 11.4km に達した。ペナルティーエリア内にボールを運んだ回数も、全選手中トップの20回を記録した。UEFA ユーロ2012-2011年3月25日の UEFA ユーロ2012予選のチェコ戦で、スペイン代表史上4人目となる。 代表100試合出場を達成した。UEFA ユーロ2012では、スペインの全6試合に先発出場、決勝のイタリア戦では、アルバとトーレスのゴールをアシストして、勝利2大会連続の優勝に重要な役割を果たした。2014年ワールドカップでは、グループリーグ初戦のオランダ戦にフル出場したが、この1試合のみの出場となり、 スペインはグループリーグ敗退、引退を表明した。フリーキックを受けるシャビスペイン語で、ティキタカと呼ばれている、パスの細かな連携によって組み立てるサッカー、パスを受けると同時に次にパスすることを繰り返すことで、組み立てるサッカーでは欠かせない存在。ルーズボールへの対応にも引いてており、重要な局面でこぼれ球からの得点をいくつも重ねている。 テクニック面が注目されがちだが、スタミナや、怪我の体制にも優れている。また、守備能力にも優れており、相手からボールを奪い取る技術にも長けていると考えられている。2013年7月に1年半交際していた女性と結婚式を挙げた。国際 A マッチ133試合13得点あるサットユーロ2012、優勝杯をイケルカシージャスと掲げるシャビ。 ありがとうございます。